ただいまに第4試合ディープ59キロ5分2ラウンドを行います。さあ第2試合ディープ59キロ契約5分2ラウンドの試合が行われます。画面に映っているのがヒロヤ、そしてこちらが関原翔です。少し表情的に関原は落ち着いた表情といいますか。そうですね、すごくいい表情してますね。打撃もすごく勢いのある選手なので、この距離でも、何が出るのかすごく楽しみです。そうですね、まずは関原の方から仕掛けていきました。距離を徐々に詰めていく。
ロー。なかなか関原の調子が良さそうですね。そうですね、しっかりローも、相手のこと触れてるんで、はい、すごくいいですね。はい、広谷はまだなかなか打撃を当ててない状況ですが、やっぱりこう打撃で触れると自分の距離が分かってくるので、はい、やっぱりどんどん、触りに行くっていうことが、おっとヒットした。ケージに押し込んでいく関原。まだそんなにダメージを押してないから。関原選手のこの頭の使い方すごくいいですね。この下から当てる、はい、下から相手の顎を、突き上げるようにやられると、はい、やられてる方はすごく嫌ですね。あ、なるほど。あれだと、浮かされる形になるんですかね。そうですね、浮かされて体が伸びてしまうので、はいはいはい、で伸びたそこに、体にお腹に、膝を当てたりとか、はい、もらうとすごく、嫌ですね。うん、なるほど。さあ、そして膝を細かく別ボディ。さあ、広谷はなかなか、そうですね、広谷選手は、左手を、差し上げて、自分が、壁を押し込む展開を作りたいです、はい、ですがなかなかそれを許してくれない関原のこの KG の押し込みの力といいますか。そうですね、あとは力だけじゃなくてしっかり相手の手首をコントロールしたり、はい、細かい技術もしっかりできてますね、うん、割とまっすぐ押すというよりなといいますか、下からこう斜めに突き上げる押し方をしてますよね。そうですね、そういう押し方をされると相手の状態が浮いてしまうので、はい、押してる方が有利になりますね。飛びついてくれるかもしれないから。なかなか、試合が始まって第1ラウンド、ここまで広谷はまだ思い通りの展開を作れていません。まずここから抜けて仕切り直すのが大事なんですかね、広谷的には。そうですね、やっぱりしっかり、今右手で抱えないで、はい、しっかり相手の脇を差し返して自分が押し込みたいですよ、ね。はい、あ、体を入れ替えて、はい、印象もあまり良くないので、そうですね、入れ替えました。この状態を作りたいです、はい。さあ、そして足をかけていくが木原、そこは対応します。さあ、持ち上げようとするが、で広谷選手はここから左足を相手の右足に引っ掛けてバックを回りに行ってもいいかなと思います。あ、なるほど、はい、そうするとまた展開が増えます、はい、足を広げて関原、お、それを持ち上げる、おっと持ち上げたんですがすぐに立ち上がります関原。そして体を入れ替えて今度は関原がケージに押し込んでいく状態。さあ、膝を細かく入れていく関原。さあ、広谷の膝を抱えて、あ、首相撲の対処があまり良くないんで広谷選手首相撲に持っていってもいいかもしれない。あ、なるほど、はい。今少し広谷としては、攻撃の巧妙が見えたという瞬間だったでしょう、はい。さあ、ボディ、さあ少しずつ圧をかけて前行こうとする広谷。しかしサークリングをして距離を測る関原。残り時間1分、残り時間1分、第1ラウンド残り時間1分と、あとあと体を崩した。そこに猛攻を仕掛ける関原。だんだん広谷もパンチを繰り出すようになってきましたが、少しちょっと力が入ってる感じですかね。そうですね、なんでもっとちっちゃい攻撃が欲しいですね、前手のジャブを突くだに、はい、はい。さあ、右にサークリングを行っている関原。残り30秒、残り時間30秒。今度は関原が飛び込んでいく。さあ、組みついて膝、そしてケージに押し込む。残り時間が30秒となったところで関原が仕掛けていきました。おっと、今度は広谷がチョークを狙っていく。第1ラウンドは終了しました。お互い30秒を切ってから動きがかなり激しくなりました。
そうですね。でも、関原選手も、押し込んだ後に、はい、細かく膝とかも、相手のももに対して打ててるんで、はい、押し込むだけじゃなくて、しっかり、膝も打ててるんですごくいいですね。少しずつ削って削ってという、はい、ただちょっと首に対する対処が、ちょっとあまり良くないかなと思うので、はい、広谷選手はそこをついて逆にタックルに入ってきたらフロントチョークなり、多分合わせる練習をしてきているのかなと思います。結構前回の試合で関原選手の首周りのディフェンスに関しては、はい、ちょっと、広谷選手が狙ってくるんじゃないかなっていうのは僕も思っていたので、はい、ちょっと2ラウンドすごく楽しみにしてます。どういうアドバイスを受けたでしょうか、広谷。ファイナルラウンド。さあ第2ラウンド、ファイナルラウンドのスタートです。まず仕掛けていくのはまたも関原。あ、飛び膝、飛び込んでいった広谷。なかなかこう大きな攻撃で広谷は飛び込んではいくんですが、小さい攻撃がなかなか見当たらない状況ですね。そうですね。なんでもっと前手のジャブを使えると、はい、その大きい攻撃も当たってくるんじゃないかなと思います。はい、なかなか先ほど、牛久選手がおっしゃったその攻撃を当てていってないので距離がなかなか測りづらい状況はまだ広谷は続いてるっていう感じでしょうか。いやでも広谷選手のパンチも当たってるんで、はい、打撃の距離感は広谷選手掴んでます。あ、なるほど。さあ今は広谷が押し込んでる時間でしたがケージから離れました。さあ関原が服を見舞っていく。さあ少しずつ広谷が細かいパンチ、おっと膝を入れていく。関原の膝はこう要所要所でかなり決まってますね。そうですね。あとは関原選手もうちょい、前蹴で、ジャブついたり、あと前蹴りついたりして、はい、ちょっと正面の攻撃もちょっと欲しいです、ね。あ、なるほど。今広谷選手に打撃の距離感つかまれてる。じゃあ膝も当たってはいるけどそこまで効果がない状態になってますか。あ、でも全く効果ないわけではないですよ、はい、相手もすごく嫌だと思います、ね。ちょっと広谷の左の鼻尻から出血か。広谷選手しっかりこの疲れた状態でもボディの打ち明けもできているんで、はい、すごく相手からしたら嫌だと思います。じゃあ落ち着いた状態で戦えていると第2ラウンドに関しては、はい、しっかり見えてます。はい、さあパンチ、ちょっと関原も負けない。さあ今度は関原が仕掛けていくフック。しかし今度は広谷がどんどん前に出始めた。だんだん広谷も自分から仕掛ける時間が増えてきました。そうですね、すごくいいですね、はい。さあ首ついていって、うまいですね。このパンチの攻防で、打撃に意識がいってるんでそこでテイクダウン、下を見せると、はい、すごく上手です。さあそして上の状態、さあマウントの状態を取っています。こうケージ蹴られたくないですね。ケージを蹴って抜け出していく関原、そして逆に押し込んでいく。弱気になるなとセコンドから檄が飛んでいます。ナイスの左。おっと、なかなか少しずついろんな、おっとろ、いろんな打撃を見せ始めている広谷。そうですね、いろんな、パンチのバリエーションを散らしているんですごくいいですね、はい。この状況で散らされるとすごく相手も嫌だと思います。そうですね、それを見せてさっきのタックルもありますから、はい、関原としてもこういろんな選択肢を考えなければいけない。おっと、
関原がジャブを入れていく。ローをお互いにローを見張っていったジャブ。ヒロヤが圧をかけている状態。関原はここに来て基本に立ち返ってジャブを当て続けています。あ、首ついていく。ヒロヤ追っかけていく。逃がさない。関原必死に立ち上がろうとする。しかしリフトしてこうバック回っていきたいですね。左側あっとケージに押し込んで、そして右からバックに回っていくか。いや、体を入れ替えられた。今度は関原が押し込んでいる。さあ拍子木が鳴って残り時間わずか。さあバックを取った。膝を入れるか。おっとこかしていった。そしてバックを取る。あっとここで試合が終了しました。最後いい流れ引っ掛けたんですが、まあちょっと残り時間が足りない状況でした。そうですね、やっぱり関原選手のジャブが当たるようになってから自分の、はい、距離感が分かってきました。セコンドからもそれだろうっていう飛んでましたね、はい、やはりなかなかその基本に立ち返って忠実にやりだすと関原選手は打撃がうまくヒットし始めるという感じでしたね。そうです。あとは広谷選手の、フック系のパンチが多かったんですけど、はい、それに対して、結構関原選手もフック系で合わせちゃってたんですけど、うん、それをジャブに切り替えてやっぱり細かい攻撃が当たるようになってくると、はい、自分の距離もつかめるんで、うん、もうちょい早い段階でそれを作れたらよかった、はい。さあ判定です。ジャッジ松宮19対19マスト判定青関谷関谷。ジャッジ永瀬19対19マスト判定青関谷。ジャッジが18対20青関谷。以上3対0を申しまして勝者アウトナー関谷勝。さあマスト判定2つ込みの3対0で関谷が勝利しました。まあ、途中からかなり一進一退の攻防になってましたから、はい、まあ、ジャッジの見方によってはという感じだったんでしょうか。でもすごく、技術も、気持ちも、見えた、すごく素晴らしい試合でした、ね。はい、エボルギア様に勝者のフィガーゾーンでございます。少し納得のいってない表情の関原。関原まあやはりそのフックに付き合ったりとかそういう時間に関してちょっと自分に納得いかないものがあったりしたんでしょうか。でも、後半しっかり、切り替えることができたので、はい、そこは、すごくいいことだと思いますね。試合中にちゃんと修正ができたと。はい、試合中に修正することすごく大事です。はい、試合中にそうやってセコンドの声が聞けているっていうことは、まあ、かなり冷静に試合自体はできていたということなんでしょうかね。そうですね、やっぱり試合セコンドの声が聞こえてるってことはやっぱり冷静でいるってことの、はい、現れだと思う。見事勝利を収めました関原翔選手に攻める拍手を。さあ2ラウンド3対0の判定で関原がヒロヤを下しました。